吉宗評判記暴れん坊将軍。酒がねえよ、酒酒。おお、じゃんじゃん持ってこい、じゃんじゃん。はい、お待ちどうさま。はいはい。よいしょ。皆さん、景気がいいんですね。今夜だけはな。今夜だけ。そうなんだ。今日はね、浅草の大和屋さんの生け垣の手入れ行ったんだけどね。そう。大和屋さんって、あ、札差しの。なあ、もうやたらに儲けているらしくてね。このあっさらに、びっくりするようなご祝儀をくださったんですよ。まあ持ちつけねえ銭を持つとろくなことはねえからパーッと使っちゃおうって言ってたよ。おばちゃん待って待って私大和屋さん大好き。おこんさんも調子がいいや。おこんさん、私にももう一本。はいはい、あれ、石田の旦那じゃありませんかい。いたんですかい。いましたよ、さっきから。あんたたちがご機嫌だったんで、気がつかなかったんだ。いや、これからどうも失礼しました。いやいや、旦那、よろしかったら、あちらとご一緒にどうです。いや、ありがとう、ありがとう。旦那、刺身も煮物も注文しすぎて困ってるんでさ、嫌いじゃなかったら、召し上がっていただけませんか。いや、私はね、飯は必ずうちで食べることにしてるんですよ。タイが待ってますからね。ああ、娘さんですね。そう、娘の手料理で茶漬けを2杯。おこんさんにはすまないけどね。いいんですよ。私はそういう旦那の優しいところが大好きなんですから。どうぞ。いや、ありがとう、ありがとう。いやいや、無理はね。あんたのよりこっちの方がうまいよ。火の用心。火の用心。火の用心。
んによろしく。はいはい。まったく旦那の娘さん、べっぴんだからな。旦那のことは思えねえよな。タヌシトだよ、タヌシト。なんだそれ。トンビが鷹を産んだって言うだろ。それで飛び高。旦那はタヌキに似てるだろ。タイさんはべっぴんだろ。で、旦那がタヌキだろ。な。なんだそれ。これこれ、娘を褒めるのは嬉しいが、あんたの方がよっぽど似てるよ。それじゃあおこんさん、また明日。旦那、お待ちしてますよ。ああそれからね、皆さん、はい、近頃は辻斬りが出るそうだから帰りには気をつけてね。え、なーに、これだけがん首揃えてんだ、そんな心配いりませんよ。安心だがね。それじゃあ先に失礼する。旦那もお気をつけなって。また飲みましょうや。じゃあお母さん帰ろう。お母さん、明日にも何とか言っておくなさいよ。どうぞお気をつけて。辻斬りが横行していると。はい、芝から京橋にかけての夜道でこの半月の間にすでに12名が命を落としております。越前殿、何者の仕業か見当はついておらぬのかな。はい、奉行所としましても見回りの人数を増やし、何とか下手人を捕らえようと努めてはいるのですが、何しろいつどこに現れるか予想がつかず、ほとほと困り果てております。辻斬りの被害に遭った者は町人が多いのか。はい、武士は一人もおりません。大店の主人から与鷹までことごとく町人でございます。戦う術を持たぬ町人を選んで斬るとは許せぬ所業ではありませぬか。爺の思うそれだ。一日も早く下手人を捕らえて町民の不安を取り除かねばだな。半蔵、聞いての通りだ。助けに手を貸し、辻斬りの正体を探ってくれ。かしこまりました。大変さん、正之進様、気がつきましたね。父上、父上、正之進様が。あれ、怪我人の枕元で大きな声を出すやつがありますか。しょうがないな、まったく。すみません、あまり嬉しかったものですから。幸い急所を外れていたので命には別状がないと医者は言ってたよ。まあ、粥でも食べて元気をつけてください。石田さん、どうして私はここに。私が一杯飲んで帰ってくると、あんたがうちの前に倒れていたので驚いて運び入れ、医者に手当てをさしたんですよ。そうでしたか。そうなんですよ。とにかくこのおさいのやつまでがすっかりおじけづいてしまいやがってね。用事あって表へ出ても日の落ちねえうちには急いで帰ってくるのがあるさまなんですよ。ちょっとお前さん、あんたおさいのやつまでとはなんだよ。私だってか弱い女なんだよ。辻斬りが怖いの当たり前じゃないか。そうよ、お兄ちゃんあんまりよ。安心さん、まあ、ありがとう。それにしても夜の商売の者たちは弱ってるだろうな。まず飲み屋の客足がパッタリ落ちたというところですか。うちの連中みたいに命知れずは昨夜も出かけてったけどね。まず普通の人は出かけやしないよ。お蕎麦屋さんなんかも大変なんですって。とにかくこのままほっとくわけにはいかないから、まあ、みんなで手分けして夜回りでも始めようかって言ってたところなんですかね。いや、それはかえって危ないかもしれん。新さん、どうして。辻斬りといえば武士に決まっておる。どれほどの腕かわからんが、少なくとも町人では太刀打ちできまい。
まあ、それはそうでしょうが。しかも相手が一人ではないとなるとますます手に負えんな。ちょっと静まってくださいよ。普通辻斬りってのは一人でしょう。うん、しかし切られた者の傷口を調べてみると腕の立つ者が一人、他に一人か二人いるようだ。そうですか。そいつはいよいよ物騒ですな。まあ何にしても町人たちの夜回りは少し見合わせた方がいいな。はい、わかりました。それにしても新さん、この騒ぎに何とかけりつけてくれないと困りますよ。まったくだな。なんだって？じゃああんたが辻斬りの探索をしていたんですか？はい、当番目付の深江様から内密のお指図をいただき、普段の役目を外してもらって毎晩この辺りを探っていました。それじゃあなたを斬ったのは？うん、間違いなく今評判になっている辻斬りだ。覆面の男が三人だった。三人も？大店の主人を斬るのをこの目で見た。札差の大宮です。さっき買い物に出たらみんなが噂をしていました。それにしても弱った。このままお役目を返上すれば深谷様の信頼を裏切ることになるし、そうかといってこの傷では。辻斬りを見て生きているのはおそらく俺一人だろう。牛尾田さん、あんたのその仕事私が代わりましょう。え、石田さんが？ああ、私はお台所番、暇な仕事でしてね。昼はお城で居眠りをしておけば夜は寝なくても平気ですよ。でも父上、もし辻斬りにぶつかったら。そうです、失礼ですが石田さんの剣の腕では。いや、その代わり私はね、足の速いのと声が大きいのは誰にも負けやしませんからね。辻斬りにあったら大声を出して逃げ出しますよ。いや、それにしても危ない。およしになった方がいいでしょう。牛尾田さん、確かに私は何一つ手柄も立てたことのない役立たずの男ですがね。しかし耐えと行く末を誓った男のあんたが困ってるのにほっとくわけにはいきませんよ。新さん、ちょっと待っておくんなさい。どうしたかしら？いやね、あの後妙なことに気がつきましてね。とりあえずこれ見てください。これは足が書いたもんですが、今まで辻斬りにやられた連中の日取りと、それから場所と商売なんですよ。これがどうかしたのか？いや、それはね、この12人のうち11人が町を歩いて商いをしている連中ばっかりなんです。夜回り、籠屋、薬売り、夜とか。ところが新さん、夕べの一人だけが違うんですよ。札差の大宮か。これだけ辻斬りの噂が立ってると誰も気がつかねえでしょうな。もしですよ、大宮の旦那が狙いだったとしたら、ああ大事なんじゃありませんか。いや、そりゃ新さんには大岡様という名奉行がついてるから、その辺はもしかしたら知ってるかもしれませんがね。いや、忠相とて見落とすことがある。早速半蔵とおそらに札差を探らせてみよう。新さん、頼みます。すると旦那は迎えが来て出て行ったんだね。ええ。そうか。で、訪ねてきた人は？お侍さんできちんとした人でしたよ。何でも偉い人が待っているからすぐ来てくれって。偉い人？ええ、名前はわからないんです。旦那様も辻斬りが出るんで嫌がっていましたけど、仕方なしに。それがあんなことになってしまった。それじゃあ旦那が辻斬りを探すんですか？ああ、あまり嬉しくはないが、娘の亭主になる男のためだ。仕方がないでしょう。それに辻斬りを捕まえればあんたのためになる。店に客が少ないのは夜出歩く連中が減ったからでしょう。そりゃそうですけど。旦那、気をつけてくださいよ。旦那にもしものことがあったら私どうしていいかわからない。何を言うんですか。私のような能なしの男やもめがいなくたってお根さんは困らしないでしょ。それだけの器量だ。あんた目当てに通ってくる客だってたくさんいるでしょう。
でも私旦那が好きなんですもの。いやいや、お子さん冗談はいけませんよ。いやいや、そんなこと言ったってね、今さら喜ぶ年でもないし。いいえ、私本気です。もちろん旦那はお武家様ですし、私がどんなに思ってもどうにもならないと思いますけど。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。私のように風采の上がらない、出世の見込みもない中年男のどこがいいんですか。旦那、女は男の見てくれなぞに惚れやしません。心ですよ、心。心ね。それにね、私いつか旦那がみんながびっくりするようなお手柄を立てるような気がするんですよ。なるほど。おこんさんの気持ちは本物かもしれないぞ。いやあ、惚れた欲目、アバトもエクボと言うでしょう。いや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 、ああダメ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 。さて、出かけるとするか。旦那、本当に気をつけてくださいな。大丈夫ですよ。臆病な人間ほど怪我はしないとか。では失礼。おおおお、旦那。いや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 、これはどう、すいませんな。行くなということかな。うん。なさいまし。御前は船でお待ちです。それでは大岡様もただの辻斬りの仕業と信じ込んでおられるのでございますな。今のところはな。今日も早く捕らえろと叱っておいた。まさかそのお方が騒ぎの張本人だとも知らず、大岡様も噂ほどではございませんな。しかし昨夜は少々危なかったようです。勝ち目つけらしい男に大宮を切ったとこ見られたとか。うん、本当か。それでどうした。追ってきたところを切り捨てたと申しておりました。そのような話わしの耳には届いておらんぞ。奴らの身元が割れるようなことはあるまいな。なに、心配はありますまい。お目付の方も外聞を恐れて表沙汰にはしないのではありませんか。とにかく今夜も辻斬りをやらせます。狙った人間を殺して鳴りを潜めたのではかえって疑いがかかります。こうなれば一人や二人死人が増えたところでどうってことはありますまい。ひどいことを言うやつだ。ところで大和屋、商いの方はどうだ。はい、今日も早速旗本が二人ほど駆け込んできました。今まで大宮の方へ行ってた連中ですので、利息も思いのままふっかけてやりましたよ。早速決めが現れたな。さようで、ことさらに安い利息で金を貸す大宮さえいなくなればもう怖いものはございません。好きなだけ儲けさせていただきます。御前、辻斬り騒ぎのお知恵をお借りしたのも、また深谷様たち三人組を引き合わせてくださったのも全て御前のおかげ。お礼と言っては足りませぬが、どうかお納めを。大和屋、これだけか。いえいえ、大宮の一件が片付き、旗本連中が手前の店へ押しかけるようになりましたら、まだまだお持ちいたします。うん、そうでなくてはならんぞ。
違うとも。よく俺の顔見てみろ。いや、お言葉でございますかね。辻斬りに決められた顔はないでしょ。よせと言ったら、俺、め組の居候で徳田新之助だ。はめ組、なんだ、そうだったんですか。いや、私もね、あそこの連中とは知り合いでしてね。それじゃあ、あんたとはもうお友達みたいなもんじゃございませんか。面白い人だ。はいはいはい。あんた名は？お目付、お台所番、石田岩蔵です。ずいぶん固い名前だな。いや、もう人間も固いもんですからね。いや、しかしこうやってね、お知り合いになるのも何かの縁ですね。その辺で一休みいたしませんか。そうだな。もう辻斬りがいたとしても、あの大きい声でどっか行ってしまったの。いやいや、地声だもんですから、つい。次、ご案内いたしますから。いやー、びっくりしましたよ。しかし、よく見ると善人の顔ですね。何？辻斬りに来られた男はあんたの家にいるのか。ええ。勝ち目付の牛尾だという男ですよ。しかるべきところへは届けたのか。いや、牛尾だが止めるもんですから。なぜだ。当番目付の深井様から内々言いつけられたお役目だからそうです。それであんたが代わって辻斬りの探索をしてるのか。ええ、実はその男ですが、いや、私の一人娘の婿になる男でしてね。弱いもんです。なるほど。ところで、あんたのお台所番という役目はどんな役目だ。つまり、お城の台所の観察でしてね。まあ、一生懸命やってるんですが。そうだろうな。でも、辻斬りを捉えれば、大手柄になるじゃないか。いや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 、私の柄じゃありませんよ。運よく私が見つけても、娘の婿に手柄を譲ります。目立たない人間が目立つと、ろくなことはありませんからね。綺麗だ。徳田さん、見てごらんなさいよ。降るような星ですよ。本当だ。私はね、こんな夜は不思議に死んだ女房のことを思い出しましてね。娘が生まれて1年経つか経たない頃でした。義理の母親で苦労させるのもかわいそうだと思って、私の手一つで育て上げました。まあ、お役目の間は近所の家に預けましたが、その他の時はタイにかかりきりでした。もうすぐできるからね。おいしそうだよ。いや、それがちっとも苦労じゃない。あべこべに娘の育っていく姿を見ているのが楽しくてね。つまり私は人間っていうものが好きなんですよ。ねえ、徳田さん、お役目について人の足を引っ張ったり悪口を言ったり、あくせく暮らしても50年経てば人生とおさらばですからね。それよりもみんなと仲良くして、いや、人間ばかりじゃない、犬や猫や草と木と仲良くして毎日過ごしたい。こんな考えを持っている人間が一人ぐらいいてもいいでしょう。いや、これはとんだ長話をしました。徳田さん、ここでお別れしましょう。ええ、気をつけて行ってください。なあに、辻斬りが現れたらさっきの声でわあですからね。では、おこんさん。いい人でしょ、石田の旦那って。ああ、近頃珍しい男だ。
山本屋と会ったのは若年寄り稲葉伊勢守だったのか。はい。船宿の話ではそれまでにも何度か会って談合を続けていたそうです。それにどうした。はい。辻斬り騒ぎの起こる数日前、稲葉様は若侍を三人大和屋に引き合わせていたそうです。辻斬りは三人組だ。何か関わりがありそうだな。大宮が殺されたため多くの旗本はやもなく大和屋と取引を始め、高い利息に憤慨しております。上様、旗本一党が暮らし向きの不満をご公儀に向けたら一大事。越前殿に命じてその大和屋とやらを調べさせたらいかがでしょう。じい、それは無理だぞ。なぜでござりまする。大和屋と辻斬りを結ぶ証拠は何一つないのだ。たとえ忠相が調べても巧みに言い逃れてしまうだろう。ああ、なるほど。半蔵。は。稲葉も大和屋からも目を離さず、何とか証拠をつかんでくれ。わかりました。わしの息子が辻斬りの一人だというのか。はい、お気の毒でございますが、私がこの目で確かめました。姿まさか見間違いではなかろうな。いい、決して。当屋敷に来るのを迷いましたが、やはりお知らせした方がよいと思いまして。ことが公になれば、何しろご家名に関わることでございますから。すまなかった。後ろ田にも話してないのだな。もちろんでございます。次男の源之丞だろう。養子の口もなく一生部屋住みかと嘆いてばかりおった。どこの親でもこう思う気持ちは同じです。よろしく御前書のほど。では、この深い気は断絶だ。鼻をかき切ってご先祖様にお詫びせねばならんと。いやだ、父上、許してください。小遣いもなく暇を持て増しているところを大和屋に誘われました。それも若年寄りの稲葉様のお引き合わせで。何、稲葉様の。そうです。ですから事が露見しても大したことにはなるまいと思って。うかつです。父上、腹を切るのは嫌です。石田を切ってこい。父上、お前の命を助け不快の家名を保つには他に手はない。仲間を誘って早う行け。石田の旦那ですか。うん、いや、ちょいちょいうちにも遊びに来ますがね。いや、楽しい人ですよ。本当ね、小物で欲がなくて。でもさ、あんな人だったら女の人は頼りないだろうね。それがね、そうでもないのよ。関取が言ってたけど、笹屋のおかみさんが石田の旦那にぞっこんなんだって。へえ、本当かね。あんな綺麗な人がね。おさえ、バカだよお前。男っつらな、顔じゃないんだ、心だよ心。うん、そうだよ。だけどさ、お前さんって心もいいけど顔もいいね。おいおい、いい感じしてくれよ。そうよ、あんまりタイトルしたら恥ずかしいわ。しかしね、新さん、ああいう生き方もいいもんですな。出世しようとアクセクするわけじゃねえし、その日その日を楽しく満足に暮らしてるんですから。達人の境地というやつかもしれんな。いやね、娘さんの祝言の仲人、足が勝手に出てるんですよ。ええな、頭。どうした。お、新さん。なんで、
昨夜も辻斬りが出たんですよ。何？今神社の境内で浪人の死体が見つかりましたね。何だと？初めて侍がやられたらしいですよ。あんなところで死んでいたもんだから見つからなかったらしいんですよ。いよいよそこまで飲んじゃいられねえぞ。いや俺は死んだって飲むぞ。しかし何をしてんだろうね、お奉行所は。まったくだ。おい行こうぜ。あ行こう。どうも腑に落ちませんな。上様の仰せのように大宮を狙った辻斬りだとすると、これはどうしたことでしょう。昨夜辞めたんでは狙いが分かってしまうと考えたんではないのか。なるほど、そんなところかもしれませんな。待てよ、ここは石田の帰り道だ。何か見てるかもしれんな。大した傷ではない。すいません、お話があります。笹谷。辻斬は当番目付のせがれだったのか。ええ、私は人が信じられなくなりました。何かと深井様の面目が立つようにとそっとお知らせしたのに、私の口を塞ごうとする。旦那は人が良すぎるんですよ。だからみんなに騙されるんです。仕方ありませんよ、私には他の生き方はできやしないんだ。しかし徳田さん、どんなもんでしょうかね。やはりご公儀に届けた方がいいんですか。いや、俺に任せてくれ。役付きの者に知り合いがおる、相談してみよう。お願いします。こんな思いをするのはごめんですからね。元気を出しなさい。人が何と言おうと、あんたは自分の信念を持って生きてる。それにこんなに世間を騒がした辻斬りの正体を暴いたのはあんたじゃないか。そうですよ、だからいつか私が言ったでしょ。旦那はいつか大手柄を立てるって。そのおかげで命が狙われたんですよ。少しも嬉しくありませんよ。徳田さん。どうした。奴ら私の代わりに娘を狙うんじゃないでしょうね。そうだ、そう。大丈夫ですか、正之進様。そんなお体で表に出て。心配はいらん。とにかく一度深谷様にお会いしてくる。石田さんによろしく伝えてくれ。娘は預かった。返してほしくば稲葉磯の神様のお屋敷へ一人で来い。旦那。徳田さん、行ってきます。ダメですよ、行ったら旦那も殺されちまう。お坊さんの言う通りだ。俺に考えがある、任せてくれ。そうはいきませんよ、これは私の娘のことなんです。しかし徳田さん、あの二人はこれからの人間なんです。将来のある二人に比べれば私の命などは取りに足りないもんだ。
娘たちを助けるために死ねれば私は満足です。しかしこれが罠だったら。もし二人が殺されていたらなおのこと私は生きていても仕方がない。暴れるだけ暴れて死んでやります。徳田さんお願いします。行かせてください。人質になってるのは私の娘なんですから。わかった、行きなさい。おこんさん世話になったね。すると深江も我々の仲間に加わりたいというのか。私の店ご相談に来られましたので。いかがでしょう、お旗本を取り締まるお目付に加わっていただきますれば仕事の方もやりやすくございますし、うん、よかろう深江、大切なことは世当たりだ。お前もせいぜい儲けろよ。恐れ入ります。よろしゅうございましたな源之丞様。あ、怪我の巧妙ですな。帰れ、たまには弱い。稲葉様のやつ、お願いします、お願いします。娘は、娘はどこにいるんですか。早く返してください。石田、ようこ来たな。深井様、私を切らせようとしたのもあなたですね。深井様も辻斬りの一味に一緒にお入りになってます。そうですか、あなたもかわいそうな人ですね。こう思う親の気持ちは同じです。娘はどこにいるんですか。娘に会わせてください。父上。大変、お願いします。私はどうなってもいいです。あの二人だけは助けてやってください。虫のいいことを言うな。源之丞、来て。天下の風来坊、徳田新之助だ。無断で屋敷に押し入るとは無礼な奴だ。伊勢、悪事が過ぎて俺の顔まで忘れたか。何、上様。若年稲葉伊勢守、その方札差山手屋と結び辻斬りを働いて罪もない人々の命を襲うとは何たること。深井玄馬、固有への闇というが我が子可愛さに役目を忘れた振る舞い天下万民に成り代わって成敗するぞ。かまわん、こやつは上様と名乗るただの素浪人ぞ。切り切れ。
よせよせ。俺は天下の風来坊徳田新之助だ。石田、辻斬りを見つけたのはお前の手柄だ。よくやったな。お前たち、いい父親を持って幸せだな。孝行しろよ。はい。ありがとうございます。稲葉伊勢の神深江親子は病死と発表され、沼部北岡は切腹を命じられ、陣右衛門は捕らえられて獄門となった。たかさんよ、このちょっと調子が悪いんじゃないか。ちょっと歌を変えないよ。失礼しました。ちょっと調子をやってますもんで。めでた、めでたの若松さんは。妙と正美信は吉日を選び、辰五郎の仲人で結ばれた。岩蔵とおこんが結ばれたかどうかは吉宗は知らない。岩蔵はその後もお台所番として生涯を過ごした。吉宗はその後もお目付を強化する一方、才能のある人物を登用して旗本の非行を防いだという。誰はしないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。おい、こら！待って待って！人がせっかく野菜を作ろうと思って種をまいたとこなのに。そいつはすまなかった。こんなところで工作をしているとは思ってもみなかったのだ。言い訳を言うんじゃない。男は男らしく、自分の非だけ認めればいい。その通りだ。いや、すまない。こんなものは出したかねえが、騒ぐとズドンと行くぞ。わしがどうしても欲しい刀がある。刀？それをあるところから取ってきて欲しいのだ。あるところって？南町奉行大岡越前だ。それが大岡様の名刀だな。説教をしながら盗む男。どうぞご期待ください。